学生時代は3カ国に留学に行ったり、長期インターンを3社ぐらいで、やっていたりしました。 A で B だから C でイコール D みたいな形で確固たる軸があったから、だったらどこの会社でも確かにいいよね。どうもしゅんです。こんにちは。今回は合格者面接シリーズということで、今回は DeNA の合格者の方に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の面接官は人材研究所の安藤さんにお越しいただきました。はい、皆さんこんにちは。人材研究所の安藤と申します。私は人材研究所という会社で人事のコンサルタントを務めております。特にですね、新卒の就職活動でいうと、外部面接官としてですね、ベンチャー企業さんから大手企業さんまで、いろいろなところで実は外部の面接官として面接を担当させていただいてますので、もしかしたら皆さんとどこかでお会いするかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。ということで、オーディエンスとして今就活中の高橋さんにも来ていただきました。東京大学英語学科3年の高橋鈴鹿です。今日どういうものを持って帰りたいかってまずありますか？ウェブ面接での目線の使い方とか、どうしたら印象に残るのかっていうのをしっかり学んで帰りたいなと思います、動画の後半では実際に佐藤さんがどのようにして DeNA に受かったかみたいなところの合格の秘訣もお聞きするので、最後までぜひ見てください。ということで、早速面接の方お願いします。では、早速なんですけれども、佐藤さん、それではですね、自己紹介簡単にしていただいてもよろしいですか？はい、東京大学大学院から来ました佐藤と申します。学生時代は3カ国に留学に行ったり、長期インターンを3社ぐらいで、やっていたりしました。よろしくお願いします。3社長期インターン行って、3カ国ぐらい行ってたんですか？海外も行ってました。そうなんですね、ありがとうございます。その中で学生時代特に力を入れたことといいますか、頑張ったことについて教えていただいてもよろしいですか？はい、自分自身頑張ったことだと認識はしていないんですが、他の人と違うなと思っているところは、留学という形で3カ国、カナダに1年間、ケニアに半年、スウェーデンに半年間の留学を行ったことだと思ってます。なるほど。3カ国、もうケニアとカナダとスウェーデンってかなりこう地理的にも離れた場所にあると思うんですけど、はい、どうして留学にそもそも行こうと思ったんですか？そうですね、大きく分けると、2つ違う理由がありまして、カナダに行った理由と、ケニア、スウェーデンに行った理由は大きく違うんですが、一番自分の、軸に強いところが、ケニア、スウェーデンに行ったことなので、そちらの理由をお話しさせていただければと思うんですが、端的に言いますと、幸せになるにはどうすればいいんだろうっていうのを、知りたかったためです。ありがとうございます。なんかすごい面白い理由で、僕が予想していたのを結構裏切る回答だったんですけど、幸せになるにはどうすればいいんだろうっていうところで、どうしてそのケニアと、スウェーデンを選ばれたんですか？そうですね、一番最初の始まりは、スウェーデンに行きたいなと思ったところなんですけど、そこが小さい頃からやっぱり北欧って幸福な国ランキング1位みたいなよく出るじゃないですか、はい、あれが、ずっとあって、ただ僕の中では、スウェーデンって、暗くて、寒くて、そんな国で幸せになるわけないじゃないか、日本の方が美味しいものもでもなんかやっぱり電車とか乗ると幸せじゃなさそうな人がいっぱいいてっていう中で、そんな環境の悪いスウェーデンで幸せになれるんだったら、日本ももっといい国になれるんじゃないかっていうのが、スウェーデンに実際に行ってみたいなと思ったきっかけです。ただし、その時にですね、スウェーデンに行くだけじゃ、こう知識が偏ってしまうって思いまして、逆に全く興味のないプラス全然真逆の国に行ってみて自分がどう感じるのかっていうのも同時にしてみたかったので、アフリカには全く興味がなかったんですが、アフリカというと、国際協力とかに興味がある人が行くイメージなんですけど、自分はそういうところに関わっていなかったんですが、ケニアに行ってみて自分がどう感じてみるかっていうのを知ってみようと思ったので、真逆の国にも行ってみました。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと細かいところいろいろお聞きできればと思うんですけど、はい、これはその留学は大学のプログラムとして行ったんですか、それとも自分で探されて、手配して行ったんですか？
カナダの1年間は一番最初の留学だったんですけど、それは自分で探して、ワーキングホリデーという形で行きました。はい。で、ケニア、スウェーデンに関しては、大学の交換留学プログラムで行ってきました。大学のプログラムで行かれたんですね。ほう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 。ありがとうございます。なるほど。実際その3カ国、特にケニアとスウェーデンには目的があって行ったということであったと思うんですけど、具体的にその半年間ないし、カナダの1年間の中でどんなことを行動として行って、どんなことを学ばれました？そうですね、かなり多くのことをやったので、今こうパッと一番何を学んだ、何をやったかと学んだかってちょっとまた私は難しいんですが、そうですね、学んだことから、先にお話しさせていただくと、結論、そのどこの国が幸せだったのかっていう話で言うと、僕の中では、ケニア、カナダが一番幸せな国だというふうに感じて、スウェーデンは、日本とあまり変わらないのではないかっていう結論になりました。そうなんですね。はいですね、なんかそれがどういう学びから来たのかというと、はい、実際向こうで生活してみると、やっぱり人とどのように接するかっていうのが、国ごとに全然異なるんですよね。はい。で、スウェーデンというのはやっぱり福祉とかも発達していて、一人一人が独立して生きていく環境ができているので、もう本当にホームレスの方とか、職を失った方でも死ぬまで心地よく生きていくことができる。ただそういう環境があることによって、人と人との距離がすごい離れてしまう。なぜならもう人に頼らなくてもいいから、頼らなくてもいいし、逆に言うと、頼ってくる人は自分一人で生きていけない人だとちょっと見下されてしまうから独立してるんですよね。ただ一方でケニアっていうのは、こう助け合いが当たり前の文化なので、人と人との距離が近くて、そのおかげでやっぱ幸福を感じる瞬間っていうのがすごい多かったんですよね。なので、少しちょっと情緒になってしまったのですが、自分としては人の幸福っていうのはやっぱり人とのつながりにあるんじゃないか。で、その人とのつながりっていうのは、ある一種の助け合いとか、頼り合いっていうところから生まれるから、その一人で生きていける環境を作るっていうことがどれだけ幸福につながってるかっていうのは、やっぱ疑問が残るなというのが自分の大きな学びでしたね。なるほど、ありがとうございます。はい。じゃあちょっと次の質問になるんですけれども、佐藤さんの就活の軸は何でしょうか？はい、ありがとうございます。そう、先ほどの、幸福という話と打って変わって、結論から述べると、ビジネスの戦略から実行まで一貫して携われること、かつ、それが1年目からできることっていうのが自分にとっての軸です。戦略から実行まで一貫して携われることを軸とした理由は何ですか？そうですね、結論から述べると、自分の長期インターンのコンサルでの経験がきっかけになるんですが、その時に、自分がやっていたのは、企業に対して新規事業開発のコンサルティングを行うということで、こんな、新規事業だったら、これぐらいの数字を作れますよとか、こういう業界にチャレンジすれば、あなたの会社にとってこんな利益が生まれますよっていう話をしていたんですけど、実際その仕事はすごい楽しくて、知的好奇心も満たされてっていうのがあったんですけど、じゃあそれが最終的に、実行されて商品になって、で実際売れたかというと、僕はそこまで携わってなくて、アイディアを売った時点で仕事が終わってしまう。ただ、その後実際他の事業会社で仕事をした時に感じたのは、結局アイディアだけじゃ物は売れなくて、そのアイディアが実際どうコミュニケーションされていったりとか、その組織とか現場でどういうふうに浸透して売られていくのかっていうところまでを携わらないと、物って結局売れないので、結局その自分がやったことが無駄に感じてしまったんですよ、アイディアを出すっていうことの意味では、なので、その自分の目的が誰か人に対して何かをサービスを提供することなのだとしたら、最初から最後まで見れないと意味がないっていうところで、自分としては戦略から実行までを、携われる会社っていうのを軸にしています。なるほど、ありがとうございます。ちなみに、そのこう戦略から実行まで携われるっていうところの、事業を開発していくっていうところだと思うんですけど、どんな事業、どんなサービスかっていうところのこだわりは特にないですか？は
特にこだわりはないので、そうですね、就職活動でも、本当に自分のバイアスにかバイアス作らず、ほぼ360全ての業界、あと規模に関しても、大企業から、スタートアップまで、それこそ10人規模のスタートアップまで全て見ています。なるほど、ありがとうございます。戦略から実行までを、1年目、社会人1年目から関われるっていうところの会社、実際探してみて何か特徴ありました？こういう会社だったらそういうことができそうだっていうような。そうですね、2つありまして、1つが、内定者の人数が少ないこと、会社の規模に対してというところが1つ目で、2つ目が、やっぱり部署別というか業務別の採用を行っているところ、特に事業開発職だったりとかマーケティング職というところでの職種別で採用しているところっていうところかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみに内定者の人数が少ないっていうことは今回 その佐藤さんの希望を実現できるっていうのは、これどういうつながりがあると思います？そうですね、本当に、規模によるんですが、例えば10人の会社で新卒1人採用だったら、その実際に内定者の人数が少ないとは言えないんですが、例えばですね、最近有名になった USJ さんのマーケティング職などは、規模に対して、内定者の数が大体5人とか6人だったんですよね。で、USJ さんって毎年多分イベントを多分10個ぐらいやってると思うんですよね。春夏秋冬で、あとはアニメとコラボしたりとか、その一つ一つの施策を、施策に対して新卒の人数が5、6人ということは、確実にこの各施策に、その人数のみしか配属されないということになるので、その大きい規模に対して人数が少ないってなると、どうしてもやっぱり最初から最後まで携わらないと、プロジェクト自身が回らなくなってしまうというところから、その規模に対して内定者の人数が少ないかどうかっていうところは、そのプロジェクトを回すための人数に直結しているのかなというふうに思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、それでは面接はこちらで以上になりますが、最後に何か一言ございますか？はい、そうですね、最終的には、自分が本当に行きたいかどうかっていうのはフィーリングの部分だと思うので、今後の面接も通じて、お茶のことをもっとよく知りたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございますということで、お疲れ様でした。佐藤さんどうですか、久しぶりに面接受けて。社会人になってですね、結論ファーストで話すっていうことと、就活の時に割とストーリーチックに話してたのが混ざってしまって、よくわかんない感じになってました。では安藤さんの判決の前に、高橋さんの方からちょっと感想とか学んだこともしあったらお願いします。質問なんですけど、はい、視線がずれちゃうのが大丈夫？もうしょうがないですよね。これもうオンラインだと面接官との目線は合わないということは僕らも認識してますので、はい、本当に目線合わせたいというか、見てるよということを伝えたいんだったら、このカメラを見るしかない。思い出すためにちょっと上向いたりっていうのは画面だとすごくわかるじゃないですか。それっての大丈夫？あ、それは全然大丈夫です。本当に思い出してる時って、こういうふうに考えたりしますよね。これは全然問題なくって、ぶっちゃけですけど、このオンライン面接が始まってたまになんですけど、ここら辺にこうカンペが置いてあったりとか、それを明らかに見てるなっていうのが分かる子がいるんですね、たまに。それはやっぱり良くないというか、見てるなっていうことが分かっちゃうので、それは NG だと思います。じゃあ安藤さん、今の面接合格か不合格か、ちょっと札の方をお願いします。はい、ズバリ、合格です。理由をお聞きしてもいいですか？はい、すごく分かりやすくお話しいただきましたし、コンサルをインターンシップでやられてたっていうのもあると思うんですけど、いわばコンサルチックというか、論理的にこうお話しいただいてるんですよね。で、これって何でですか？これってどうしてそういう結論になったんですかって僕がちょっと聞いていったと思うんですけど、それに対しても A で B だから C でイコール D みたいな形でお話しいただいてることがすごく面接官としても腹落ちできました。そこがすごく良かったかなと思いました。懸念点があるとすれば何かというと2つあります。で、1つは留学に3カ国行きましたっていうところで、実際行って現地でどういうことをしましたかっていうのを僕がちょっと聞いていったと思うんですけど、追加でこういうことって面接の舞台装置とかって言うんですね。例えば半年間行ったのか、それとも 2、3 週間だけしか行ってないのか、1年間行ったのか半年間行ったのかで学べる内容も濃さも量も違いますよね。
ていうところを面接官に予想させるっていう意味ではどれぐらい行ったのか、それってどれぐらいの規模なのかだったり、どんなことやったのかっていうことを、まあ、ご自身でお話しいただけると非常に面接官もこちらからわざわざこう聞かなくても予想がつきますので、次の質問に限られた時間の中で深掘っていける。こういうのをエピソードの舞台装置っていうので、まあ、そこはぜひ準備していただいてお話しいただいた方がいいかなというところがまず一つ目です。二つ目に関してはさっき佐藤さんも反省でおっしゃってましたけど、ちょっと結論からお話しいただくように意識していただいてもいいかもしれませんね。回りくどい言い方になってしまっていたので、結局僕はそこから学んだことって何ですかっていうふうにこう聞いたりとかして、初めてあ、じゃあそこでそういうことを学んだりとか、この話で言いたいことってこれだったんだなっていうふうになるので、そこが一つちょっと懸念点としてあったかなと。ね、でも全体としては非常に分かりやすくて良かったと思います。舞台装置、舞台を動かす装置のことを舞台装置って言いますよね。それを学生さんが話すエピソードのこの中身を支えているものとして舞台装置っていうことですね。周囲の環境ってことですね。面接官の頭により鮮明にイメージさせるためにっていうことですね。そうです、まあ、よくあるんですけど、焼肉店でアルバイトしてましたっていう子がいて、それが叙々苑なのか牛角なのかで客単価も違うでしょ。どっちがいい悪いとかではなくて、立地をどこに出すかっていうところも違うでしょうし、接客の方法も方針も違うでしょうし、面接官聞くんですけど、これ最近に学生さんから言ってもらえると話をもっと深掘れるので、ちょっといいかな。かつ話が長すぎず、ちゃんと具体の舞台装置もあったら最高ということですね。そういうことです。全く知らない人に説明してみて、その相手に伝わったかどうかを調べるっていうのは就活生が皆さんやってみてもいいかもしれないですね。ちなみに佐藤さんがDNA に受かったポイントってどこだと思いますか？自分の個性をしっかり伝えれたところかなというふうに思います。例えば、まあ、留学に行ったっていう話も、留学でよくありがちなのは向こうで日本人のサークルを作って日本人と向こうの距離が近くなるようにしましたとか、文化をもっと知れるようにしましたみたいな話がよくあると思うんですけど、そういう話ってどうしてもこう個性が見えないというか、みんなやってることだし、みんなこうこれなら会社に受けるんじゃないかみたいな感じで言ってる話だと思うんです。ただ僕は幸せって何かを考えてますっていう、例えば抽象的なことが好きだっていうことを言ったりとか、その抽象的なことに対して実際に確かめに行くっていう自分の行動力っていうところとか、その自分の最もその個性が伝わりやすい事象を伝えたことかなというふうに思います。学生時代を通じて大学入学した時から、もしくは大学に入学した時から個性とか口か作ろうって思ってたりしたんですか？それは正直していないですし、あんまりそれはいい戦略ではないのかなというふうに思います。作ろうとした個性って多分自分の個性とは違うと思うので、自分の個性をちゃんと認識できるかっていうところがむしろ大事なのかなというふうに思います。ちなみに他に就活成功する上で気をつけたこととか、 DNA に特化して対策したこととかってありますか？ DNA に特化してやったことはないです。就活で意識したことは、あまりバイアスなしにいろんな会社を受けたことっていう。そうするとですね、いくつか理由が、一つ目は、まあ、単純に面接の練習になるっていうことはためになりました。やっぱり相手に短時間で分かりやすく伝えたいことを伝えるっていう練習すごいなったので、かなり面接合格率というのは後半になって上がったと思います。二つ目が、合同説明会とかでは分からない部分がすごい多いので、面接官に実際に会ってどんな人でどんな会社でっていうのを知った上で、この会社を受けたいなとか、この会社もっと知りたいなっていう気持ちが高まったかなと思うので、まあ、面接受けたことによって、まあ、会社への理解がすごい深まったっていうことが二つで、三つ目は単純に自分が知らない部分にもいい会社がいっぱいあるっていうこと。有名会社以外にもめちゃくちゃいい会社いっぱいあるにもかかわらず気づけていなかったので、そこに気づけたっていう点で、まあ、よかったなと思ってます。いろいろ今見てる状況だと思うんですけど、今の話聞いてどう思いましたか？日系企業とかだとそこに行きたいですみたいなことを言わなきゃいけないって思ってたんですけど、あ、そういう風にいろいろ見てますって言っても大丈夫なんだなって思いました。ちなみに佐藤さん的に志望動機がそんなに強くなくても全然受かるっていうことですかね？僕は受かると思います。2つ受かるまでの分解ができると思って、1つは自分の能力が相手に認められるかどうかっていうところと、もう1つが受かった会社を蹴らないかどうかっていうところで、多分会社って判断してると思うんですけど、ポテンシャルを提示するっていうところに関しては別に志望動機じゃなくても全然提示できるので問題ないかなと思って、で蹴らないかどうかっていうところが、まあ、正直難しいところではあるなと思います。会社によるな。僕が受けてきた会社、外資であったりとか日系の、それこそベンチャーに近いような会社、 DNA さんだったりとか、
ていう会社はあまり気にしていないのかなと思います。ベンチャーとか外資っていうのはあんまり関係ないと思います。志望度で測ってないというか、ただ佐藤さんはちょっとイレギュラーな部分はやっぱりあると思っていて、本当に360度全部受けていて希望する職種もバラバラっていうのでやっていても、これはなかなか多分うまくいかないと思うんです。でも佐藤さん360度受けていてうまくいってるのは、事業開発をもうやりたい、その職種で受けてる、ここに確固たる軸があったから、だったらどこの会社でも確かにいいよね。これも面接官が納得できるわけですね。それがないままいろいろなところを手を出していても多分あんまりうまくいかない。いろんな業界を受けるのでもいいと思いますけど、ぶれない軸っていうのは何かっていうのは、これは見つけておいた方がいいと思います。ホームページとかによく載ってる求める人物像とかあるんですけど、それに合わせて志望動機を作った方がいいと思いますか？受かるっていうゴールだけを考えたらそれもありだと思います。一つの選択肢、僕はそんなにそれは賛成ではなくって、佐藤さんのように会社が求める人物像っていろいろありますよね。それと自分の持ってるこういう会社に入りたい、こういう仕事を就きたいっていう軸が合ってる会社を受けるべきだと思って、それをまず探す努力をしましょうっていうのはあります。入った後も自分がやりたい仕事に精を出せるかっていう、頑張れるかっていうところで言ったら絶対そっちの方がいいじゃないですか。求める人物像に沿って具体的なエピソードとか本当だって思わせることができたらっていうことですね。ということで今回佐藤さんに合格者面接をしていただいたんですけど、皆さん DeNA に行きたい方やメガベンチャー行きたい方は今の面接参考にしていただけたらなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。